何人当事者がいて、そして、どういった政策が必要なのかというデータそのものもないと思います。40歳から60歳までの引きこもりは61万人と言われてますが、在宅介護に携わっている方の人数というのはまだ統計が出ていません。こういったことに関しましても国会の先生方の力もお借りしながら、実際どのぐらいの方々が対象となっているのかということも調べていきたいと思っております。またさまざまな雇用環境に応じた法律の整備ということなんですけれども、今タクシードライバーさんだとか、ひょっとしたら、AI や、自動運転によってなくなってしまうかもしれないんですよね。また、銀行の窓口なども、8割の方が仕事が銀行員の方が今後なくなるというデータもございます。となると何の仕事が残るのかということを同時に考えながら就労支援をしていかないと、一度正社員になったとしてもその会社そのものがなくなるかもしれません。そういった中で未来を見据えた雇用のあり方を活動の中でも考えていきたいと思っております。またこれは補足なんですけれども、この最低賃金に代わる最低保障所得の導入の中で給付付き税額控除の仕組みを、こちらは小島さんが発案してくださって考えたんですが、年収300万円に満たない場合、そういった労働者に対しては、足りない分の例えば2分の1を補填するような、税が返ってくるという考え方で、保障をするということを考えています。これは今私は今ベーシックインカム学会という学会の、理事もやってるんですけれども、そういった先生方の中でも話題になっておりまして、こちらをそういった学会の先生方のお力もお借りしながら実現する方向を考えていきたいなと思っております。以上、はい、なんか誰か喋れる方って、他の方も喋れますか、質問とかしますか。はい、ではまた追加で何か質問があったら、お願いします。またすいません、柴崎さん、追加の資料を皆さんにお配りしていただいて、ちょっとすいません、まずこの資料に間違いがあります。すいません、24日って金曜日ですよね、これ。あ、じゃあそれはもう全て直しましょう。はい、はい、すいません、24日ですよね、行う金曜日です。あ、じゃあそれを直してから配布していただきます。はい、では次は何でしょうか。はい、そういったような活動をしていますということです。で、今後そういうような活動をしていく予定なんですけれども、まずですね、この会の、役員と紹介を先に遅くなりましたけどもさせていただきたいと思います。では、代表の、松山里奈、はい、一言。役員紹介、私、はい、ではどこに票があったかな、これです。はい、では一人一人起立もしながら行きます。私が代表を務めさせていただきます。増山玲奈と申します。2児の母親です。非正規よりもさらにですね、不安定極まりない芸術家業をやりながら2人の娘を現状育てております。大学の学費とか本当に大変な気がして怖いなと思いながら育てているんですが、だからこそ子育て世代のお母さん方にも一緒に戦うというか、お声を集めていただいて、一緒にやっていきたいと思っています。そして私は先ほどありましたが、先生お話しされてましたが、子供を持ったりとか結婚とかができてない方もいるということを言われましたが、自分自身が、諦めずに子供を育ててるんで大変ではあるけど、結構子供を育てるっていいものだし、だから今からでも就職氷河期世代が結婚したり子供をしたり作ったり諦めなくていいように、バックアップしたいと思います。
めまして諸星太と申します。今37歳になります。そうですね、大学はですね、ちょっとまあ、海洋生態調にありまして、ちょっと退学しまして、そのままドロップアウトしてしまったような、そんなあれでございまして、まあ、時代も時代でございましたので、なかなか、まあ、なんとか食いつないできた形でございまして、今はですね、これはもう今というか結構前からなんですが、まあ、福祉分野の方で、働いております。施設とかですね、あるいは、今は重度の方の、訪問介護が、やっております。で、ただ、今の議員の方とは関係はないんですけれども、はい、で、そうですね、まあ、そういう立場でございまして、で、まあ、一時期児童、まあ、福祉の方にもおりまして、特別支援学級なんかでも働いておりました。まあ、そういった分野からですね、お力になればと思いまして、こちらも参加させていただいております。ありがとうございます。では副代表もう一人お聞き呼びまして、今本日は来れないんですけれども、先ほどご紹介した、うつ病など の精神疾患を抱えながら、働いておられる方の支援をしております、不破、徳彦さんです。そして、事務局は小島哲也さんにお願いして一緒にやっております。はい、私は氷河期世ユニオンという方でですね、中年活動しておりまして、今回は増野さんの活動と合流をしまして、新しく、氷河期ネットということで、活動していこうというふうに、思っております。就職氷河期世代の問題、ようやく政治の、議論の対象になって本当に嬉しく思っているんですけども、もう本当に時間がないと考えていまして、この問題をですね、なるべく早く解決しなければいけないという思いでですね、私もこれから、安倍首相は3年間というふうにおっしゃってますので、3年間、なんとかその間に能登地方の方々が救われるように、また同じような思いをするような世代、今後生まれてこないようにですね、活動していきたいというふうに思っております。私は事務局ですので、事務的なことを主に担当するんですけれども、代表と、協力しながらやっていくというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。千葉で社会保険の事務所をやっております顧問の須貝です。事務所の名前はあけぼの事務所といいまして、社会保険の話になったときに皆さんの相談者とかのあけぼのになればいいなと思いまして作りました。今回就職氷河期の人の世代の人のあけぼのになればいいと思いまして、この会に参加しました。よろしくお願いします。また本日受付をやってくださっております、会計を担当しています、高琴恵さんです。また本日は欠席、高さんも何か喋りますか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。また本日は欠席となっているんですけれども、幹事に、崎山、勝すいません、読み方が分かりません。崎山さんに、幹事を担当していただいてます。崎山さん自身は、私はもう何年か2003年ぐらいからの付き合いになるんですけれども、一世紀も体験しながら、新聞記者として働いておりまして、一度新聞記者をクビになってからずっと派遣をしながら、ジャーナリストの仕事を続けておりまして、最近もう一度正規雇用に戻ることができた当事者でもあります。本日は欠席ですけれども、このような当事者によってこの会は運営されております。はい、
続いては規約の紹介となっているんですけども、規約印刷したものがこちらになります。ちょっと時間の関係でですね、ここをちょっと省略させていただきたいと思いますけども、そうですね、重要なところだけご紹介させていただきたいと思いますけども、これからもしですね、今日会場にいらっしゃっている方で入会したいなという方がいらっしゃいましたら、会費がですね、会費は、会員の方からはいただかないということになってますので、入会金だけ入会して、この会の活動に一緒に活動を継続して活動していきたいという方から、一応入会金として1000円だけいただく形になっております。それからですね、参上会員というシステムがありまして、こちらは任意の金額を、お支払いいただいて、1年間、参上会員として活動して、活動といいますかですね、見守っていたという形になります。参上会員の方はですね、こちらから定期的にニュースレターを発行しますので、そちらで我々の活動がどういうふうになったのかということを、見ていただいてですね、何かご質問とか、あとご意見などがありましたらですね、いつでも企画に行っていただけるという、そういう、関係に、なっていただければと思っています。それからですね、そうですね、この会の活動なんですけど、その我々自身はですね、役割分担はしてますけど、上下とかそういう関係はありませんので、どうか気軽にですね、ご参加いただいて、本当にフラットな立場で議論ができますので、何かこう、仕事を押し付けられるんじゃないかとか、そういうことも一切ありませんので、嫌なときは本当にやっていただければ、それでもそれ以上はお願いをしませんので、本当に気軽な気持ちで会員になっていただければなというふうに思います。もうこの後ですね、休憩始めますので、その時ですね、もし入会希望者の方がいらっしゃいましたら、受付の方でお声掛けをいただければ、入会できる形になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、ちょっと片山議員がですね、この時間でちょっとご退席をされるということなので、もしマスコミの方ですね、片山議員にご質問等があれば、この時間にしていただければなというふうに思います。では一旦ちょっと休憩を挟みまして、で